世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。すぐ回り込むと、はいはい、だからそれをあの予測して、はい、コースを変えるなり、はい、回り込んできたボールをしっかり待って、はい、フォアにこう大きく動かす、彼のフォア側に、はい、まあ、届きませんよね。まあ、水谷選手らしいアドバイスですよね、うん、まあ、通常であればこうあのもっと攻めていけとかそういうアドバイスになりますけど、うん、具体的ですよね、はい、もう野球でいうと言うとこうピッチャーですよね、うん、はい、第4ゲームに入りました。小島 T リーグ2021から22、解説はホープスナショナルチーム男子監督の松下雄二さんです。吉田が1ゲームリード、このマッチに王手をかけています。レッラフワン。龍崎選手も、はい、もう2ゲーム目以降ぐらいからもずっといいレシーブはしてるんですよね、はい、トイワンオン。まあお互いに慣れてますから、はい、まあそのあたりはあのやっぱりレシーブミスがあんまり今は出ましたけども、はい、あんまりこう出ない。直近の世界選手権の選考試合では龍崎が吉田に勝ってます。2-1。まあ今みたいに相手のバックにボールを送って、はい、あのバック対バックでフォアに回すっていうそういう戦術ですね、はい、吉田選手は、はい、では龍崎がフォアに回り込むパターンが多い。そうですね、自分がフォアで打つための回り込みが多い、まあ、台の吉田側から見て右寄りに位置することが多いんですよね、うん、まあ、龍崎選手もすぐそのバックに来たボールを吉田選手のフォアに回せばいいんですけど、はい、まあ、自分が回るか相手にコース変えられない限りはずっとバックにボールを送りますから、はい、うん、今の展開はもう完全に吉田選手の展開だったですね、はい、今の点数取りましたけど、はい、龍崎選手にとってはあんまり良くないですね、今の点の取り方は。みたいな表現は私は全然わかりませんね。すいません、ちょっと難しいこと言ってるかな。点取ってるのになんで逆のことを松下さん言うのかなと、はあ、うん、次につながるそのポイントの上げ方をしないと、うん、すぐ流れ変わってしまいますので、はい、あまあ全然大丈夫ですね吉田選手。ああそうですか、はあ、今自分からのミスで、はい、あの失点してますから、はい、逆に言うと龍崎選手は相手のミスでポイントを上げてますので、うん、これが後半になっていくと吉田選手の方が少し有利になります、はいはい、ナイスボール。今松下さんがおっしゃった内容は吉田当人は自覚しながらやってるんですか。そうですね、序盤の2点はもう関係ないよと、はいはい、うん、まあ、後半ミスが出なければですね、うん、あの最終的には11対9で勝てばいいので、はい、9回ミスしてもいいんですよね。ね、エッジに行きましたか。3-5。今のもちょっと苦し紛れに打ったボールでエッジで入りましたけど、うん、でも気になるのは、はい、やっぱり相変わらずそのコースが単調ですよね龍崎。龍崎は、はい、もうちょっと散らした方がいい。もっともう早めに、はい、早めにそのコースをその散らした方がいいと思いますね、うんうん。そうですね、今みたいな、はい、なるほど。3-6。続けているのが裏の裏よりもこう表でやっぱりちゃんと精度に散らした方がいいんですよね。そうです、はい。
もうお互いにもう早めにコースを変えないと、もう得点につながらないっていうのは、特に吉田選手はもうそれを強く意識していると思いますね、はい、うまいですね、はい、ミドルへ行って振り抜きました。完全に変えてますね、はい、もう本当にフォアに打つのかバックに打つのかって大きな問題で、うん、今のもフォアに打ってたらもしかしたら龍崎選手にカウンターをされていて失点につながってるかもしれないし、はい、まあ、結果論なんですけど、はい、まあ、でもよくキャッチャーの方なんかはゴア3にした方がいいって、はいはい、同じですよね、はい、ちょっと龍崎選手コースを意識し始めましたね、うん、し始めましたか、はい、ということはいいことですか。はい、いい流れです、はい、今のパターンダメですね。クロスに偏りましたね今ね。あんまりダメって言うと後で何か言われてしまう。いやいやいや、まあまあ、あの松下さんの場合は建設的ないや全然点数につながってないんですよ、もう1ゲーム目だけなんです、あのパターンは、はいはい、まあ気持ちは分かりますけど、はい、もうフォアで打って決めたいっていうですね、うん、フォア好きなんですね。まあもちろんそれがもう彼の武器ですから、はい、サーブ変えました。これがもう龍崎の快感ですよね、うん、もう少しでも台に近づいていった方が有利です。離れてますよね今のは。もう龍崎すぐ前に出てってから よかったですね。あ、なるほどね、はい、これを前に出ずに待ってしまうとダメなんですね、うん、吉田は散らしてます。吉田選手のコース取りはいいですよ、はいはあ、ストレートのボールをたくさん使い出しましたから、はい、そうですね、お互いに序盤はもうクロスクロスばっかりでしたね、はい、フォアの振り抜き、相変わらずの切れ味です。9-6、ここはちょっと吉田のポイントですか。そうですね、まあ、ちょっと今アンラッキーっていうか、うん、ネットにかかってしまったので、うん、ふわりと相手のバックに集めつつ最後は相手のフォア側で仕留めました、はいはい、まあ、これはが相手がその後ろ下がった時の、はい、この得点するパターンなんですよね、うん、はい、無理をせずにバックにボールを送って、はい、チャンスボールが来た時にフォアに動かす、はい、閉じ込めましたよね、はい、に吉田がギアを上げていきたいところ。サーブで点を取りました。非常に冴えてますよね。龍崎タイムを取りました。追い上げられています。まあ仕方ないですね、このタイムアウト、はいはい、ただし相手も作戦を与えられる。そうなんですよね、タイムアウトはねそうなんです、はい、自分たちもいい時間を持てるんだけど、はい、相手も持てますからね、まあ、これもなんか面白いルールに変えたらどうですかね、はい、そのタイムを取った選手だけベンチに帰れて、はい、その取られた方の選手はベンチに帰ることができない、はい、会話ができない、相談ができない状態を。そう、そうすると、うん、タイムアウトの意味がすごく出てくると思うんですけど、はい、お互いにこう作戦をこう与えられるっていうか、本当は相手の権利でその得たタイムアウトのはずなのに、はい、対戦相手のためにもなってしまう、はいただ、松田さん、独身術を選ぶチームが出てくるんじゃないですか、口パクしながら。いや、本当そうですよ、はい、まあ、これはもうベンチのコミュニケーション能力合戦ですよね、はい、もう腑に落ちることを
短く要約できるかどうかですよね。さあ9対8、第3ゲーム、第4ゲームの非常に重要な局面です。サーブのコースを読んでました。メインポイントです。タイムアウト行きましたね、はい、もう今のポイント取らないと龍崎選手負けてしまう可能性が高い。それぐらいの決死のタイムアウト、はい、もう作戦っていうより もう気持ちですよね、はい、落ち着いてますよね。なんか本当吉田の顔がね全然慌ててないですね、はい、やることがはっきりしてるのかもしれないです。サーブ効きました。 11-9 ゲーム2リュウザキ、リュウザキが取りました。これで2ゲームオールです。いや面白いですね、ま、今のタイムアウトの妙がありましたね。そうですね、はい、タイムアウト明けで完全になんかコースを読み切っていたレシーブがあって、うん、